トです。今日は任天堂に泊まりに来て、すぐに遊郭で遊んでみたいと思います。配信よろしくお願いします。ということで、こんにちは、くるみふゆです。今回の旅先は京都。1930年からある元任天堂社屋を改築し、2022年4月にホテルとして再出発した丸フクロウに宿泊します。任天堂の歴史が随所に散りばめられたゲーム好きにはたまらない空間。つかの間ですが、堪能していきたいと思います。ちょっと場所に自信がなかったので、思い切って京都駅からタクシーに乗ってみたのですが、河原町の正面やね。わかんないですよね。ちょっと土地勘なくて。河原町の正面って書いてるか。河原町の正面。任天堂でそんなところ初めて聞いたな。あ、ほんと？おっちゃんも丸フクロウを知らなかった上に、車内はカーナビもなく、私も京都の通りの名前に馴染みがないため、地図がうまく読めず、車内は途端に殺伐とした空間に。そこからなぜかおっちゃんの身の上話が始まり、私もおっちゃんの東京にいる未亡人の娘のことで頭がいっぱいになり、なんか半端に仲良くなったところで、気がついたら、ここで降ろされてました。おっちゃんに、丸フクロウここですって降ろされたんですけど、どう見ても違うんですけど、どうしようなこれ。てかめっちゃいい。すげえいい趣のある宿だな。とりあえず近場探してみます。あ、これじゃない？これだ。すげえわかりやすいじゃん、おっちゃん。うわー、すげえ。任天堂でけえ。これ花札時代の任天堂ですからね。まだゲーム作る前の任天堂なんで、花札って儲かるんやな。おっきい。え、めっちゃ素敵な建物だ。はい、これが今回のメインであり、宿泊する丸フクロウになります。任天堂、現在の本社は結構無機質な外観だなって思ってたんですが、旧本社はちょっと映えすぎじゃありませんか？当時流行ったアールデコ様式を取り入れているようです。ニューヨークのエンパイアステートビルと同じ様式ですね。受付からも、世界や時代が一気に変わった印象を受けます。花札から始まった任天堂ならではのモチーフもあったりして、とても素敵です。チェックインの受付のために通されたこの部屋は、実際に応接間として使われていた部屋だそうです。花札ある。任天堂の花札だ。今、任天堂さんが大事な商談の際にお尻を置いたであろう場所に、冬もお尻を置いています。冬と任天堂のお尻が時を超えて重なり合った瞬間です。感慨深いですね。もう一本の動画の撮影をしていたので、戻るのは夜になってしまいました。従業員さんに説明してもらいながらお部屋に向かいます。このホテルはいくつかの建物で構成されていて、事務所棟に駐車場だったところを増築したメインの棟と、もともと住居棟と倉庫棟だったところを客室に改築した建物で構成されています。今回のお部屋は住居棟。任天堂創業者のご家族が住んでいたお部屋に、冬が一晩お世話になるというわけです。もうお分かりですね。実質、任天堂と一晩を共にするわけです。なんだか、緊張しちゃいますね。やっと部屋に入ることができましたので、早速紹介していきたいと思います。じゃじゃーん。こんな感じでーす。かわいい暖炉がある。これ当時のままの暖炉だそうです。ここは任天堂の、オーナーさんと社員一人二人が住んでいた住宅棟を客室に改造したものらしくって、当時のね、物が残っていたりとか、してるみたいですよ。見て、めちゃめちゃね、鍵が可愛いの。あ、見て、この鍵の可愛さ。このハート塔なんですよ。なんかトランプとカルタ作ってたからか、ハート塔、スペード塔、ダイヤ塔みたいな感じで、トランプのね、マークによってね、分かれてるんですよ。で、今回はハート塔にお泊まりということで、これがね、当時の看板のキーチャームなんですけど、これは宿泊者限定で買えるので、後ほど買います。この扉が本当は玄関の扉だったらしくて、それをリノベーションして、今、クローゼットの扉として使ってるんですけど、なんか無理やり扉として使ってるからめっちゃ立て付け悪いんで、思いっきり引っ張ってくださいって言ってました。おお、本当に立て付けが。あ、やべ、壊しそう。やめとこう。はい、もうベッドですよ。今日はね、一人旅なんで。一人で寝るんですが、このね、天井、
これ当時のままだそうです。こんなおしゃれなところに住んでたの？マリオでこういう敵いるよね。トイレ見てみよう。あー、清潔感の塊ですね。こっちがトイレだ。うわー、うわー、便器の中が光るセーブポイントみたいなトイレだ。こっちがお風呂かな。よいしょ。おー、あ、いいお風呂ですね。これはゆったり入れる。金持ちんちの友達のお風呂みたいなお風呂です。なんだこれ。あ、そうだそうだそうだ。こうやってね、お茶とか入ってて。今回のホテル、オールインクルーシブなので、中にあるもの食べ放題、飲み放題です。多分勝手に厨房に入って、冷蔵庫の中身とか食べたら怒られるけど、そういうことさえしなければ、出してあるものは、食っていいのか、いいぞ、おかわりもあるぞという感じです。こんな高級なポテトチップス食べていいのか。トリュフ味だ。美味しそう。なにこれ、なんかクッキーとおせんべいの狭間みたいなのがある。アメカ系あるあれ。本当に狭間みたいなやつだ。バーもあって、それも飲み放題なんだけど、これは新幹線で飲んでたやつ。こっちがですね、全部飲み放題です。オレンジジュース、チューハイ、コカ・コーラ。これ全部飲み放題。ビールも飲み放題だし、この中のは全て俺のものです。ちなみに他の飲食は1階のゲストラウンジとダイニングラウンジでできます。シャンパンに日本酒、ビールはもちろん、ジュースやコーヒーサーバーも完備。生ハムやチーズ、いちごやプリンにマドレーヌなど、なんかラグジュアリーな軽食が24時間食べ放題。こういう時、はちゃめちゃに食べまくらないと損だなって思ってしまうのですが、こちら一泊の宿泊費はなんと1人6万円。こんな高級なホテルに泊まるような方は少しつまむくらいで済ませるのでしょう。私も本日ぐらいは優雅に過ごしたいと思います。もうね、このプリンが美味しすぎて、もう3個目やばいかな。9時からだったかな、なんか夜食が出るらしいんだよ。で、それに備えて今部屋でね、まったりしてます。とか言って生ハムも持ってきてしまいました。もうこの器からしておしゃれすぎるよね。丸袋を満喫しすぎてなんか眠くなってきちゃった。でもまだ食べなきゃ。オールインクルーシブですからね、夜食を食べるまでは死ねねえ。やばい、夜食があと2分で始まる。どうしよう、夜食始まる直前に行ったらなんかすげえ夜食待ってた人みたいになるかな。どうしよう。9時1分に行こっかな。9時2分に夜食を食べに来ました。なんかおしゃれなだし茶漬けでした。美味しかったです。うぃー。今からちょっと悪なことしちゃいまーす。そう言って冬が取り出したのはこちら。ミスピーチワールド。今、任天堂の陣地でこれを出すのは、クッパにピーチ姫をウーバーしているようなものです。なぜなのかを説明するには、まずピーチ姫のことをお話しせねばなりません。ちなみにこの動画が投稿される2024年3月22日はピーチ姫が主役のプリンセスピーチショータイムの発売日。みんなが知っているピーチ姫が主人公のゲームは意外に少なくて、任天堂から出たのは2005年10月20日発売のスーパープリンセスピーチ以来、公式からはこれで2作目。そう、公式からは。実は1作目のスーパープリンセスピーチより前にピーチ姫を主人公にして発売されたゲームがあったんです。それがこちら、ミスピーチワールド。株式会社ハッカーインターナショナルが発売した任天堂非公認のファミリーコンピュータ用ゲームソフト。この株式会社ハッカーインターナショナルという会社は、ファイナルファンタジーならぬハイレグファンタジー、ストリートファイターならぬストリップファイターなど、とにかくたくさんのパロディーなゲームをゲーム会社の認可を通さずに出し続けたとんでも会社。その会社が出したミスピーチワールドが、非公式ながらピーチ姫が初主人公を務めた作品になってしまったんですね。こんな感じで本来のファミコンのカセットとは形が違い、台形になっているのが特徴です。
形を変えることで衣装権で訴えられるのを回避していたんですね。ハッカーから発売されたソフト自体にはなんと違法性がないそうで、今でも普通に中古ゲームショップで売られていたりします。うまーくいろいろと回避して作っていたことになりますね。今では任天堂は法務部つよつよマンなことで有名ですが、このハッカーのやり方をどうにか止められないかとやきもきしていた時代があったようです。今の任天堂の強さの理由の一つにもしかしたらハッカーのこともあるかもしれませんね。さらわれることから始まることが多いピーチ姫の初主人公作品がこれなのはなんだからしいとも言えてしまう、なんとも皮肉な感じになってしまいました。ウィキペディアでもスーパープリンセスピーチは公式に発売されたものとしては初のピーチ姫が主役の作品であると意味深に記されています。ちなみに怒ってん堂という怪獣が敵にいます。一体何を表しているのでしょうか。そして脱衣花札ゲームもちゃっかり発売しています。任天堂リスペクトでしょうか、煽っているんでしょうか。さてマイルドヤンキータイムを終えたところで、ここからは大人の時間。23時までバーとライブラリーが開放されていますので寄ってみましょう。こちらのバーはセルフになっていて、自分で好きなカクテルを作ったりおしゃれ酒を楽しめる場所です。冬にはおしゃれすぎて20秒で退散しました。こちらがライブラリー。任天堂にまつわる本やオブジェが展示されています。娯楽は飽きられる、改良ではなく従来とは異質なものを作らなければいけない、運を認めないといけない。運に支えられた時でさえ自分の実力だと人間は勘違いしてしまう、そんなことが書かれていて、任天堂の娯楽への向き合い方の素晴らしさを感じるとともに、あいつらも異質なものを作りまくってるし、時代という最大の運に許されたものを作ってんなぁと思いました。いろいろと考えさせられますね。勉強させていただいたところで朝食を予約しているので早めに就寝。明日も晴れるといいな。朝ごはんに行きます。朝は単書店の4時から入るみたいです。インターホンの音がコインの音だった。すげー。朝ごはんは一部ですがこんな感じ。このおしゃれに食べるには難易度の高そうなオープンサンド、手で食べてくださいと言われた際は焦りましたが、無事に撒き散らしながら食べることができました。おしゃれすぎて一人で乗り込むには緊張しましたが、お姉さんが目の前で焼いてくれたパンケーキ美味しかったです。さて丸袋の周りを少し散策してみます。丸袋は高瀬川と鴨川の間に立っているのですが、この辺りにはかつて五条楽園という遊郭街がありました。1761年にこの一帯が遊郭として認可され、1935年前後には1000人ほどの遊女がいたそうです。とはいえ今はもうその頃のギラギラ感はなく、閑静な住宅街のところどころにかつて遊郭であっただろう建物が残っています。そんな穏やかな空間を作り上げたのは実は任天堂が一役買っています。この素敵な銭湯、サウナの梅湯の隣にはかつて暴力団の本部が置かれ、乱闘事件も起きたりしていました。京都市からの使用禁止命令が出た後にこの跡地を買い取ったのが任天堂でした。任天堂発祥の地でもあり、風評上のリスクを背負ってでもこの地域を活性化させたい、そういう思いで買い取ったそうです。今ではデザイナーさんがアトリエとして使用しているそうですよ。残っている遊郭建築たちを見ていきましょう。建物が取り壊されてしまうのを防ぎ、文化建築遺産の保存をしていくためリノベーションを行い、カフェやお店、宿屋として再利用されています。前日にタクシーのおっちゃんに降ろされた平岩もその中の一つでした。冬は昨日おっちゃんに遊郭に降ろされていたんですね。このカフェ建築の建物はポン酢屋になっていました。相当ポン酢に入れ込んでますね。まだ早い時間だったのか開いていなくて残念です。安納京都さんでは築110年超えの遊郭建築を旅館とカフェとコワーキングスペースに改築して営業しています。カフェにお邪魔したらめちゃめちゃ素敵な空間になっていました。吹き抜けにはちょっと遊郭の名残が感じられて素敵。お値段もお手頃で美味しかったです。ちなみに丸袋のお隣にも謎の建築がありまして、その名も眼科外科医療器具歴史博物館。ここに来るまで失礼ながら存在を知らなかったため調べてみたところ、別の意味でノスタルジーなホームページが現れました。入るには2週間前からの予約がいるみたいです。残念。
昔の医療器具や数十種類の義眼が展示されているらしくて、次回京都に寄る際には行かねばならない場所だと確信しました。さて、そろそろチェックアウトの時間が近づいてきました。ホテルへ戻りましょう。はい、今チェックアウトまでうだうだしてます。なあ、帰りたくない。居心地があまりにも良すぎる。これちょっとカーテンがほじれてますね。任天堂の隙を見たな。任天堂の倒し方知っちゃったかもな。帰りたくない、帰りたくないよ。名残惜しくも仕事があるため強制帰還です。さらに京都を出た瞬間に雨が止みました。これはどういうことでしょうか。無念ですね。とはいえ丸袋とにかく最高でした。3月末には任天堂ミュージアムも完成予定なので、任天堂尽くしな旅をしたい方におすすめです。お値段は決して安くはないですが、貴重な経験になること間違いなしです。いつかまた宿泊するときはくるみ冬もビッグになって帰ってこようと思います。くるみ冬と任天堂はずっとも、いつかまた会える日まで。それではまたねー。